さあ本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティの NC 比嘉と大きな和村村長のネッタちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組へのメッセージは FM ヤンバルホームページよりお送りください。この放送は収録となってますので、すぐにメッセージに対応できませんのでご了承ください。はい、そしてこの番組は NC 比嘉さんが質問状を送って返信していただいた方のみ出演できるラジオでございます。質問の内容は人生の理念、活動、失敗談、ターニングポイント、現在の活動を見据える未来、フェイバリットワードとなっております。2日目の今日は失敗談、学びについてお話をお伺いします。それでは NC 比嘉さん、お願いいたします。2日目が始まりました。どうですか浜田さん、2日目あの1回目に比べて緊張はやや少しはほぐれてきてくれたのかな。いやでもだいぶやっぱ饒舌ですよね。緊張してる風に見えないですけどね。本当ですよ。いやいやいや、いやこれこそあれ偽善ですね。先週ネタ。そうですね、まあ今週のですね、このゲストであります、浜本さんですが、株式会社サンコーさんで、サブスステーション部の統括されてるっていうところで、はい、いろいろお話を聞かせていただいています、はい、でその中でラベリングがですね、はい、名護のアレクサンダーズ・グレイツっていうところで、つけさせていただいています。大王でしたね、大王。そうです、 大王という意味です。ザ・グレイツ、浜本大王、そういうことです。ぜひあの巷でですね、見た、際には大王っていう風に呼んでいただくと。王じゃないですか、もう大がついてる。名前じゃなくなってますけど、大王、大王って言われそうです、はい。まあ前回ですね、その活動とか人生理念、そういったところを聞かせていただいた、やらない前よりやる偽善というところで、いろんな、本人の内観力であるとか、まあ、家族愛みたいなところを聞かせていただきました。で今日はですね、はい、まあ、失敗談というところを、少しずつ入っていきたいかなというふうに思います。はい、まずですね、高校のところ、はい、まあ、ライフステージの中ですね、まあ、いろんなことがあると思うんですが、実は浪人したんだっていう、そこが実際どんな感じだったんですか、浪人。そうですね、あの理念のところでえらい格好つけて話したんですけれども、高校受験を、はい、失敗しまして、もともとそんな上を目指してたわけではないんですけど、はい、自分のレベルに合ったとこを受けて余裕ぶっこいてたら落ちてしまったと。で、まあ、悔しい思いをしたのかなと思うと、そうではなく、どちらかというと恥ずかしいなというような感じの気持ちが強かったですね。この時に自分一番気になったのは、もうあるあるなんですが、やっぱ思春期なので周りの同級生と絶対比べるじゃないですか、はい、多分そこの気持ちが多分恥ずかしいだったと思うんですが、 そうですね、そこの多分浪人生活の中での自分のこの気持ちの折り合いってどうやってつけてたんですか。そうですね、まずこの浪人時代に一人あのすごい仲のいい友達がいるんですけれども、はい、まあ、大人になってお互いに、はい、大人になった時に、俺の友達は高校浪人したけれども、こんなすげえ人間になったんだよっていうのを俺の子供に伝えさせてくれと、はい、高校生の時からこんなことを言う輩がいまして、まあこれも一つ頑張ろうと思ったあれにはなりましたね。いい仲間っすねって思うんですけど、私自身もですね、あの第一希望だった高校を、はい、もう一回目指そうと思ったんですけど、はい、この思いはそんなに長くは続かなかったです。なるほど、なるほど、ちゃんと現実的に現実的に戻りましたね。そんな中で、選んだ先富城高校だったということで、はい、この富城高校ですね、まあ55年目を迎える、まあ歴史のある高校でですね、まあ、礼儀、校訓というのがありまして、はい、学校の考え方ですね、礼儀、明朗、これなんていうんですかね、信取りっていうんですかね、これと誠実、誠実、この中で礼儀と誠実みたいなところが、このさっきの人生理念とちょっとかぶってくるなみたいな、そういったところ、やっぱなんとなくですが、そういうところやっぱり なんか落とし込まれてんのかなみたいな思いますよね。で結局ですね、育てたい生徒像っていうのがあるらしいんですよ、学校の中で、はい、自ら日常生活を点検し改善できる生徒、まあ、内観力ですよね、うん、で、はい、2番目に主体的共同的に学ぶ力を持つ生徒、うん、で3番目に未来につながる自分と仲間を大切にする生徒、字で言ってんじゃないですか。さすが。いやいいですよね。本当にこれ選んだきっかけっていうのは何かあったんですか、富城。
そうですね、まあ正直申し上げますと、はい、受験失敗したのも富城高校だったんですね、はい、で、先ほどお話しさせていただいたようにランクアップ狙ったんですけど、はい、結局できずに、まあ、そのまま受験をさせていただいたっていうのが率直なところではあります。これ学校の考え見るともうこれ行くべくして行ったんでしょうねっていうのが感じますね。確かに、はい、でその中で大学またここちょっと、ターニングポイントなってきてるんですが、これ人生の中でも大きいですよね。その、はい、海外へ中国の、そう大学に行かれたということで。へえ、そうなんですよ。これなぜこの大学、そもそもなんで、海外留学だったんですか。そうですね、まあ受験にも失敗するぐらいですから、なかなかちょっと本当に勉強っていうのは不出来だったんですね、はい、で特に行きたい大学っていうのもない状態で、だからといって、ただただ行ける大学に選んで、進むのは嫌だなということで、いろんな方に相談して、少し特別な進路をしたいということで、うん、中国留学、まあ、当時中国が非常に注目を浴びていましたので、うん、そういった話をいただいてもうすぐ飛びついて。すごい勇気ありますよね。これ、大学のお名前が福旦大学。福旦大学ですよね。すごいな。実はこの大学とんでもないです。調べました。リサーチの鬼比嘉が調べましたこの話だけ聞きたいです。やばいですよ。まずですよ、まず中国でもトップを争う留学先人気校なんですよ、はい、で、この生徒数が1万3000人、留学生が3200人いるんですよ。1905年に、創立してるんで、ものすごい歴史のある学校なんですね。1905年。そうなんですよ。でこれ世界大学ランキング、はい、70位です。ちょっと分かりづらいですよね。で中国国内でも3位で、東大が36位、京大が54位です。やばいとこ行きましたね。そうなんですね。とんでもないですよ。そんな大学で数多くの国家重点実験室を持ってるっていうとんでもない大学です。その中でどう、なんかやっぱりですね、単純な話ですよ。中国生活どんなだったんですか。だって文化違うじゃないですか。そうです、ね、文化圏が。なんか苦労とかありました。まあ、実際中国語ほとんど全く喋れない状態で行ったんですね。すげえ。勉強する環境を作ったんですけれども、はい、結局ろくに勉強もせず喋れない状態で行って、受付するにも一苦労して、その辺の人に捕まえてちょっとお願いして受付してやからやすごっ。でもうその環境で、はい、馴染んでいったというような形ですね。適応力やばいですね。すごいですね。すごい。やいやいや、だって言葉喋れない、うん、でも、はい、そっか、言葉喋れなくてもどうにかなるってことなんですよ。そう、当時はどうにかなりましたね。高校から大学の19歳ぐらいですからね。そうですね、うん、す勢いで勢いですね。だってシーシェイとニーハオしかいないですよ、はい、自分は分かんないですよね。武器2個しか持ってないっていうそんな中でですね、はい、まあ、大学、まあ、そういった、まあ、いわゆる優良大学を卒業してですね、その中で、まあ、複数の会社に入ったっていうところで、これ、まあ、複数のというところでいろんなことを学べたり見たり聞いたりとかですね、経験できたというのあると思うんですが、その中でもなんかこの特に気になったというか印象に残っているものってあります？経験とか、この複数の会社の方ですね、中でですね、中国で、いやいや、会社です。中国から中国を終わって、はい、まあ埼玉大阪群馬と約5年ほど回ったんですね。でこの回ったというのが先ほどご説明していただいた出光のガソリンスタンドで、はいはい、出光興産という販売店になるんですね、会社の。でそれの教育とか研修っていう形でいろいろ回らせていただいて、はい、勉強してきたんですけれども、はい、やっぱり何が一番良かったかというと、地域のもう本当に大企業のスタイルであった経営スタイル、営業経理を学ばさせていただいて、あとは 100% のフランチャイズの強み弱み、各地域のもう本当にいろんな人たちとの人脈ができて、で最も話を落とし込めたところが事業継承についてですね、本当に学ばさせていただいて、
多くのことを勉強させてもらいました。すごいっすね。多分もともと内観力あった、はい、あったと思うんですよ、はいはい、その中でこういったより具体的なスキルっていうところで、うん、いやそこでもうこうドーンとまた人間力っていうのが伸びたんでしょうね、まあ、今回ですね、まあ、高校の、はい、お話からいろいろ聞かせていただいて、まあ、友人の友情ですね、はい、そこで、どんどん乗り切っていって、でさらにもう大学の中で、もう出ました適応力ですね。まさにそれで喋れないのに行ってどうにか行けたと。でその中でまた会社にいろんなところで入っていってですね、まあ、いわゆる地域の、まあ、地域の評価とかですね、はい、また人脈、あと組織に関していろいろ学んできたんだっていうところでしたね。はい、ということで、はい、もっともっと聞きたかったんですけれども、終わり終わりです。早いということで、はい、そんな浜本さんの会社ですが、株式会社サンコーという会社で、名護の井出光のガソリンスタンドでございます。矢部給油所と宮里給油所でございますので、皆様どしどし給油しに行ってください。そして我々へのメッセージは LSM のホームページがございますので、そちらからお願いいたします。そしてラジオの裏話もブログと YouTube でアップしております。ノートというブログのサイトで、カツで検索、 KATSU で検索お願いいたします。 YouTube で、ネッタちゃん、カタカナでネッタ、ひらがなでちゃんで検索お願いいたします。それでは以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。